はい、ここにねアルミでちょっとこうしっかりね作ってみて、でここにこうやってやっていけばいいんじゃないのね。まあこんな感じのものを左右2台作ってね、もうちょっとこれしっかり曲げるか。これね力が入んねえんだ。よしね、もうちょっとこれ長くてもよかったかな。まあこんな感じで乗っけとけんじゃねえの。まあ寸法は適当に、まあこれでだいたい向きいくでしょう。で同じものをもう一台作りましょう、こっちに。一回作るとねうまくなるからね、二度目はね。もう一回これ、もう一回こういうふうにしてこう曲げるかね。アルミはねちょっと曲げすぎた。よし、でこれ外側からがダメか。どっちから始まんの。こうか、あ、こうじゃねえか、こうか。こうやってきて、こうかね。そんで長さはこんぐらい、目検討でいいよ、こういうのはね。まあこのぐらいと、そんでもってこれをこう曲げてね、よいしょっと、でこのぐらいで切るか。昔買ったこのアルミのね、何使うために買ったんだかな、これね。ちょっと開かないね。よし、しっかり巻けよ、しっかりね。 OK、 出てきた。よし、これ出てきた。で落ちると危ないかんね。今ドライヤーここにね、にぎがけしてね、こうだよ、でどうよ。まあ、ライバーってないよね。だから微調整できるからね、アルミだとね。なんでとりあえず、様子見てこうだね。ほんでちょっと、楽しもうね。